祇園祭りにおいて、古史に乗る祇園執行。執行は、神道の神官でありながら、仏装でもあり、外見は創業であった。祇園舎家は、祇園舎官神院の長である執行家をはじめ、別当、調理といった祇園舎の住職を世襲した一族である。高原天皇の彦である竹内祝将を祖とする、スめらベツき師を称し、遅くとも平安時代には、 呂温社の世襲執行家としての地位を確立した。その後、執行家は複数の家系に分かれたが、室町時代初期に法珠院の院号を称する家系に統一された。法珠院体制はその後中世及び金世を通じて存続し、明治を迎えた。法珠院は金世には執行代である法公院、新福院の所流を生み、これを呂温の三院と言った。 執行家に伝来した文書群は、足利高氏をはじめとする室町幕府の将軍や天皇の手による文書を多く含み、八坂神社文書として重要文化財指定されている。執行家は皇室、公家、将軍家、そして町衆等の段下からの騎士にや宿望を営むことによる収益等も有していたが、議論会の事実上の主催者としての利権を有していた。 祇園社の創始については必ずしも明確ではないが、西明天皇の時代に外交施設として来朝した高句麗人が現在の東山八坂号一帯の土地を与えられ、八坂造家となり、その地に朝鮮半島由来の祖先神を祀ったことに演言を有するとされ、それが後に当地に混流された仏教寺院と集合し、前寺の発展と変容を遂げながら、最終的には、 後図天皇、須佐皇、武藤天神、薬師如来等を同一の存在として祀る、神仏集合の寺社となったものと考えられている。この高句理人は、日本初期に、記載のある伊俊行とされ、この子孫が、八坂作りとして、八坂お及び祖先神の祭祀を継承してきたところ、これを、紀百次が、無こう用として継承し、八坂造家と騎士が統合され、 帰省を名乗るようになって以来この地は騎士の祭祀の地になったとされこれが八坂神社の公式見解であるすなわち擬音執行家はドライ系の八坂造家と古代貴族の公別騎士の二つの家系が一つとなって成立したものとされているが学説からはこの時代の擬音社と八坂造家との関係には資料が少なく不明な点が多いことから批判もあり 上元年間に成立したとされる擬音者について、騎士がどのように祭祀に関与していたかについて、学説上の定説はない。明確に擬音者の長官である執行家が、規政の一家系に属するようになったのは、平安時代の紀公園の時代からである。行園は、紀派生の子孫であり、神道の士官であると同時に、遠暦寺に属する天台像であった。当時、擬音者は、 遠略寺の末寺となっており、その名目上の長官は別当、調理であって、特に、祇園別当は、天台挿がその任にあたり、執行は別当、調理に次ぐ地位であったが、次第に実務上の権限を有する執行家が祇園者の事実上の長官としての機能を果たすようになった。以後、行縁の子孫の騎士が、明治に至るまで祇園者の長官である。 執行職を代々世襲した。祇恩社は、神仏集合の神社であり、22社に列せられるなど、朝廷からは、明確に神社としてみなされていたが、提発した僧侶によって奉仕されていた。騎士の社窓か、刃業園以降、最大の社窓として血縁により世襲を行った。提発した僧侶でありながら最大死血族による世襲を行うことは、 仏教としては神乱に先立つこととなるが、これは彼らが神官でもあり、擬音者が神社であることの気安さがあったとされる。また、当時藤原氏の勢力慎重により、朝廷における地位を失い没落しつつあった騎士の勢力存続のためであったという指摘がある。ただし、形式上は、実子や血縁者を弟子として、失踪族すなわち師匠から弟子への相続との形態を取っていた。 その後、行縁から枝分かれした、規制の数課が、執行職を持ち回りをした。その中で、大きな勢力を持ったのが、行縁の子孫に、安倍生命の子孫が入り家したものと言われる、晴れ寺を通じとする家系と、同じく行縁の孫、権限を外する、権寺を通じとする家系であり、鎌倉時代にはこの二つの家系が持ち回りにより調理、執行職についていた。 しかし、南北朝の騒乱の際、議論者は、南朝方と北朝方に分かれて争うこととなり、足利高氏、北朝方に就いた、県仙と南朝方に就いた聖晴れの闘争を経て、北朝の勝利により、県仙流に執行家は統一され、晴れ系の家系は排除され消滅した。県仙以降、県元流は、足利高氏の護師として活動したため、 ケンセンの記した、祇園社ム日記は中世日本史の重要資料となっている。ケンセンの子で、足利義満の御子であった、ケンシンは、五小松天皇の戦時により、執行職の世襲を認められるとともに、天上人の扱いとされた。また、ケンシンは、法珠院の隠語を名乗った最初であるとされ、以後、法樹院家が祇園社の長となる体制が確立された。さらに、 吉光のご教書により、伝統的に、祇園社の車両とされてきた、北は三条、南は五条、西は、四条亭、東は、東山とする広大な区域を宝珠院家が、血縁相続することを認められた。また、吉光の政策によって、祇園社は、延暦寺からの独立を果たした。以後、宝珠院家は、世襲により、足利将軍家の御死として、 室町幕府滅亡まで、歴代の足利将軍に仕えることとなる。室町幕府の滅亡後は、豊臣秀吉による一万国の寄進や、北万所の寄進を受けるなど、時の政権からの庇護を受け続けた。その後、最後の執行である、宝珠院、高富の時代に幕末を迎え、神仏分離令により、社僧は、原則を命ぜられた。基本社には、中世末期から、 近世初期にかけて、法珠院から執行代として、宝公院、新福院の規制書流が生じ、幕末にはこれに竹棒、松棒、東梅棒、西梅棒、新棒の棒舎を合わせ、祇園の三院五棒と称したが、これに属する車倉は全員減続し、これらの陰謀は、新物分離により、すべて破却された。五うりとおかもの死職である騎士は、 木工刀花を家紋とする一族であった。八坂神社の神門が木工刀花であるのは、織田信長の家紋によるものとの属説が、江戸時代からあるが、織田信長以前の時代から使用されていることが確認されていることから、現在の学説では否定されており、試食の騎士に由来するものと考えられている。祇園社と同じく五図天皇を祀る尾張り五 天皇舎司職の氷室氏や堀田氏は、この祇恩舎の鮭の一流月島に赴き世襲の詩職となったものであり、本性を規制としている。家門も騎士がよく用いる木工門を使用している。ありがとうございます。